今日はどこ行くんですか？駄菓子屋さん。駄菓子屋ですか？うん。じゃあ駄菓子屋レッツゴー！イエーイ。ガーナ、お菓子もあったら買ってあげるんだ。そうしようか。こういうお家立派。立派？そうだよね。何のお菓子があればいいの？M&M。 あれは世界中マヨメ。あれ。セコちゃんの。そう。あれあればいい。あれ世界中マヨの？うん、そう。舐めたらどうなるの？めっちゃうまい。世界中マヨ。世界中マヨ？うん。指数にお祈りするときどうやるんだっけ？上手。一番強いでしょ。一番強いよね。止めたらユウに倒してもらう。指数って何でもやっつけられるの？やっつけられるでしょ。だってビューだよ。え？ビュー。ジンベエザメも？ジンベエザメやっつける必要ないじゃないの。だってジンベエザメ悪いやつじゃないじゃん。噛んだら超痛いのかな。ジンベエザメはだって噛まない。でも噛む時もあるかもよ、強くなって。でも大丈夫、パクってやるだけだ。お魚とかっていうちっちゃいプランクトンっていう微生物食べるの。そうなの。じゃあ海の中にプランクトン入ってんじゃん。そうだ、プランクトンはいっぱいいるよ。どうした？指数はさ、サメのさ、キキが釣ったさ、集まりで釣ったさ、あのさ、ジンベエザメも、あ、違うや、サメの仲間のやつも倒せんの。全部余裕でしょ。一発で倒せんじゃん。けど指数だったら何でもいろんな人と何でも友達になれるんじゃないの？うん、キキパパの友達になる。リュウ？リュウと指数の友達になる。あ、そう。うん。じゃあパパグリーンね。うん、じゃあ二人いいよ。じゃあグリーンとパパにしようかな。じゃあ、じゃあパープーは二人で、パープーをさ、ママ、パパ、キキね。いいよ。姉にも必要かな。まだつかないの？まだですね。めっちゃ遠いね。楽しかったよ。めっちゃ疲れるけど。
疲れなかった。先生疲れなかった、うん、もしかしてちょっと時間早いかも。やってないと思う？あれちょっと駄菓子屋じゃなかった、うん、なんかネジ屋さんとか鍵とか売ってて、ね、その中にけどおもちゃめっちゃいっぱいあったね。この間のおもちゃ屋さんよりいっぱいあったよね、うん、がでかいのがいた。がいた、でかいやつ、うん、頭リレーキーが捕まえたやつ。あ、ほんと頭リレー出てるやつでかっ。そういうガもいるのかな。いたでしょ。で、どこ今はキジが見つけたの。ああ、大きいガガってこと、うん、大きいガいるよ。パパ、ゴキブリって危険？ゴキブリは危険じゃないけど、ゴキブリに菌がついてたら危険なんじゃない？ハサミムシは危険じゃないね。ハサミムシ、お尻のハサミでギュッてやってくるじゃん。うん、危険。挟んでくる。え、でも危険？いや、そんな言うほど危険じゃないよ。ムカデは超危険だね。ユーフォは危険だね。え？危険だね。危険だよ。うん。何が潰れてるんだ。さ。さ。めちゃくちゃ臭かったね今。うん。コーヒーの蓋も落ちてた。パパ、折りたたむ自転車もある？あるよ。パパ、階段の横にさ、自転車一個置いてた。うん、危なくね、倒れたら危ないね、うん、起きてますか？起きてるよ。寝そうでした？うん、全然大丈夫、うん、指輪大丈夫？落ちてない？大丈夫。グーにしてれば大丈夫。グーにすれば大丈夫だ。でんでんカタツムリ。はい。お前の目玉はどこにある？いいよ。角出せ、槍出せ、頭出せ。おー、聞け。お姉さんになったら、うん、お家に、うん、腰ある。うん、一人暮らしのお家にする。そう、うん、それでめっちゃ綺麗な部屋にする。へ、かっこいいじゃん。あの、うん、下とか拭いたり、うん、レイマの靴と置くのは決めるし、うん、
ペンキ自分で塗るんす。あ、そう。うん。いいね、かっこいいじゃん。うん。上とかレインボーにしちゃうんだ。いいね。下ピンクで、うん、その部は赤とか。いい色だね。キキのお家住んだら？うん、行くよ、じゃあ。パーティーもできんだよ。マジ？あの、誰も誕生日でもないのに誕生日もできんだよ。キキがそうするよ。そうしてあげる、キキが。そしたら毎日めっちゃ楽しいじゃん。うん、やばいじゃん。キキ、そうすることにしたんだ。ママにもパパ、ネネにも言ってあげよう。ああ、いいね、教えてあげな。ゴンもママと来るかな。来るんじゃないの。ゴンも食べれるケーキ、ゴンのケーキもあんだよ。え、すごいじゃん。うん、みんなのケーキもあんだよ。やば、お菓子めっちゃあんだよ。たっぷりある。めっちゃ買うんだ。いいね。最高でしょ。最高だね。プールも作るよ、じゃあ。あ、プールあるのいいね。うん、暑い日に入るの。暑かったらすぐ入れるもんね。うん、夜にも入れんだよ。ねえ、いいじゃん。着きました。バイバーイ。バイバーイ。